大石田町の園児が今日田植えに挑戦し、お米の大切さを学びました。大石田保育園では、毎日食べているお米がどのようにできているのかを知ってもらおうと田植えを行っています。今日は3歳から5歳の園児17人がお父さんやお母さんと一緒に生え抜きの苗を植えました。やめてやめて、まあ、パパこれ車運転しかんだぞ。ドロンコなんてへっちゃらと思いきや、初めての泥に怖がってしまう子も。さらに田植えを進めていくと、子どもたちが見つけたのはヤモリではなく、準絶滅危惧種のアカハライモリ。見つけた園児たちは大興奮。田植えそっちのけで夢中になってしまう子も。それでも最後まで田植えを行い、お米の大切さを学んでいるようでした。田植え楽しかったです。とても気持ちよかったです。楽しかった。前楽しかった。なんかいっぱい埋めるの楽しかった。楽しかったです。どんこの中楽しかった。今日植えた生え抜きは9月下旬に稲刈りされ、園児たちが味わうということです。